ブラッティマーシュの戦いは、ジェンキンスの耳の戦争中の1742年7月18日、ジョージア植民地のセント・サイモンズ島において、イギリス軍とスペイン軍の間で行われた戦闘。戦闘は、イギリスのフレデリカトリデとセント・サイモンズトリデをめぐって行われたが、戦略的には、近くの海や水路の支配が目的であった。イギリス軍が勝利したことで、 ジョージア植民地はセント・サイモンズ島の支配を揺るぎないものとした。同日に同じくセント・サイモンズ島で行われたガディー・ホール・クリークの戦いもイギリスが勝利した。イギリス出身のジェームス・オングル・ソープはジョージアの植民地化を推進、サバンナをその主な港とした。1730年代にはスペインとイギリスがジョージア植民地とスペイン領フロリダの境界をめぐって 紛争を起こした。スペインによる侵攻が現実的になると、オグルソープはジョージア南部の守備を強化すべく、レンジャーとインディアンの案内人二人と共に新しい街と砦の場所をセントサイモンズ島に定めた。1734年、オグルソープはグレートブリテン議会と植民地の新宅委員会に砦に駐留軍を置くための資質を承認させた。新宅委員会はまた、 大勢の植民地人を招兵してセント・サイモンズ島へ移住させた。移住者や領職を乗せた船は1736年、初めにタイ・ビー・島に到着した。タイ・ビー・島に着いた移住者のうち、一部は本土に向かったが、他はピラフアでセント・サイモンズ島へ行き、フレデリカの集落を創設した。集落と要塞は、フレデリカ側の曲がりに建設され、 敵がどちらの方向からやってきても対処できるようにした。1737年、オグルソープは資金集めのために、及び兵士を召集する許可を得るために、イングランドへ戻り、見事に議会からの許可を勝ち得た。彼は、サウスカロライナとジョージア植民地のイギリス軍、総司令官に任命された。その後、彼は、インバネスで、スコットランド人兵士を招集、兵士たちには、 家族と共にアメリカ本土のアルタマハカワ加工にあるデアリアンと名付けられたに移住させた。この時召集された兵士は現地でハイランド独立中隊として知られたが、イギリスの正式な記録ではオグルソープの不評連隊という名前で記録され、1747年には第42不評連隊であったが1749年5月29日に解散された。 セント・サイモンズ島では5マイル離れた2つの取が建設され、荷車1台の広さの道で繋がれた。ミリタリーロードが建設されたことで、セント・サイモンズ取からフレデリカ取の駐留軍や近くの集落へ食料を送ることができた。戦闘は、ジェンキンスの耳の戦争の最中、スペインによる侵攻の一環として行われた。マヌエル・デ・モンティアーノのサン・マルコス・トリデ・スペインの マヌエル・デ・モンティアーノ総督率いる侵攻軍は4500人から5000人とされ、うち約1900から2000人は上陸軍だった。正規軍、民兵、インディアンの混成軍であった、オグル・ソープの軍勢は1000人未満であった。セント・サイモンズ・トリデの中流軍は侵攻軍に砲撃したが上陸を阻止するには至らなかった。1742年7月16日、 モンティアーノは、フレデリカ川近くにあるガスコイン岬の近くで、船36隻から1900人を上陸させた。大人数の軍勢に直面したオグルソープは、スペイン軍が強襲を仕掛ける前にセントサイモンズ、砦から撤退することを決めた。彼は砦を、スペイン軍に使われないよう、中流軍に大砲を破壊させ、砦にできる限りの破壊を行った。スペイン軍は、 翌日にトリデを占領、侵攻の基地とした。兵士と補給を揚陸し、セント・サイモンズ・トリデで足場を固めると、スペイン軍は近くへの偵察を始めた。スペインの偵察隊はセント・サイモンズ・トリデと、フレデリカ・トリデをつなぐ道を見つけたが、軍道ではなく農業用と勘違いした。七月十八日、セバスティアン・サンチェス大佐率いる偵察隊約百十五人は道に沿って進み、 フレデリカ砦から1.5マイルのところで、ノーブル・ジョーンズ率いるオグルソープの軍勢に遭遇した。両軍の間で後に、カディ・ホールクリークの戦いと呼ばれる小競り合いが起き、スペイン偵察隊は3分の1が戦死か捕虜にされて、敗走した。オグルソープの軍勢は、ミリタリーロードを進んで追撃、セント・サイモンズ砦へ向かった。しかし、スペイン軍の捕虜から、 スペインの大軍がフレデリカ砦に向けて進軍していることを漏らすと、オグルソープは増援を集めるために別行動をとった。イギリス軍はスペイン軍の増援が進軍してくると退却、ミリタリーロードの曲がりのところで、サザーランド大尉とマッコイ大尉は停止を命じた。イギリス軍は半円形の開墾地の周り、木やキャベツヤシの後ろに隠れて待機、スペイン軍が来るところを待った。 スペイン軍はイギリス軍の予想通り開港地までやってきて、片側が沼地で逆側が森だったため安全だと考えて武装を解き晩ご飯の準備を始めた。そこへイギリス軍が森から発砲、数回姿射撃を行ってスペイン軍の不意をついて約200人を殺した。ブラッティマーシュでの戦闘は凶暴を極めたものであり、 沼地が戦死したスペイン兵士の地に満ちたという伝説からブラッティマーシュと呼ばれた。森の各所で戦死下品死のスペイン兵士が横たわっており、スペイン士官の一部は兵士を再集結させようとしたが、スペイン兵士は狂乱して様々な方向へと逃げ、後ろにはイギリス軍からのマスケット銃射撃が続いた。バルバ自身は致命傷を負った後に捕虜になった。 このブラッディマーシュの戦いは、スペイン軍の進軍を押しとどめ、結果的には決定的な戦闘となった。勝利の功労者は、オグルソープとされたが、彼が到着したのは、戦闘が終わった後であった。オグルソープは、なんとか、スペイン軍を島から追い出そうとした。数日後、南側にある、スペイン人の集落に接近したオグルソープは、とあるフランス人が、 イギリス側から脱走して、スペイン側に寝返った。オグルソープは、この脱走者が、イギリス軍がいかに小勢だったかをばらすことを恐れて、軍学隊の腰を引っ張り出して、まるで大軍であるように振る舞った。さらに、彼は脱走者に、イギリスから援軍が派遣されるまでで任せの物語を、続けるようにと手紙を書き、スペイン軍に、彼が派遣したスパイであるように勘違いするよう仕向けた。 そして、スペイン軍の捕虜に手紙を持たせて釈放した。捕虜は、オグルソープの目論み通り手紙を、スペイン軍の士官に届け、フランス人脱走者は処刑された。さらにちょうどイギリス戦が到着したためイギリスの援軍が到着したとのスペイン軍の勘違いは、さらに深まった。結局スペイン軍は7月25日にセンとサイモンズ、島から離れ、 ジョージア植民地への最後の侵攻を終わらせた。スペイン軍を撃退した後、オグルソープは反撃として、スペイン領フロリダへの侵攻を計画したが、戦場がアメリカからヨーロッパへと移ったため武器、補給、兵士などが不足した。ジョージアとフロリダ一帯はなし崩しに停戦、いくらかの小釣り合いが起こったのみとなった。オグルソープは後に順勝に、昇進、年に、 ジョージアを離れて帰国以降イギリスを離れることはなかった。1748年のアーヘンの和訳により戦争が終結、ジョージアはイギリス植民地として承認され、スペインもマドリード条約でそれを承認した。さらに7年戦争を終結させた1763年のパリ条約により、スペインがフロリダをイギリスに割譲すると、ジョージアの地位は揺るぎないものとなった。 サバンナのアームズローシアト地では、毎年、ジェンキンスの耳の戦争の記念行事が行われる。ありがとうございます。